おはようございます、ドリキンです。どう、マニュアルフォーカス良くないですか？あの LX100 のなんかマスターした気がいるするんだけど、マニュアルのポジションも大体覚えたんで、これだったらそんなにね、マニュアルフォーカスすること自体は面倒くさくなさそうですが、もう若干みんなこのすでに出勤風景飽きてきてるかな。あんまり変わり映えはしないですよ。毎回誰かしら車を置いてるけど、なんか駐車場とかしてんのかな。まあ、でも結構潮の満ち引きが全然違いますね。この間は全然もっと手前まで水が来てたんだけど、今日はまだまだ。ちょっと自撮りマニュアルフォーカスの練習しとこうかな。やっぱマニュアルのね、レバー、フォーカスの切り替え LX100 の場合、レンズの脇に、マニュアルとマクロと、オートフォーカスの切り替えがあるんで、切り替え自体はそんなに難しくないけど、フォーカスリングが、ぐるぐる無限に回り続けるタイプだから、位置が固定できないんでね、位置が固定できれば、結構、本当にそのスイッチだけでできるんで、ベストのポジション見つけちゃって固定すればいいんで、もっと楽なんですけど、まあでもなんとなく位置把握した気がする。いや、しかし寒いわ、めっちゃ寒い。なんだろう、明日からまた雨とか言ってるからな。このベイブリッジの景色もいいですね。今日はちょっと霧がねかかってて、いかにもサンフランシスコの天候って感じだけど、もういつもの風景になってきてる気がします。もうまた謝罪なんですけど、もう1ヶ月を待たずに、2017年、正真正銘の散財をしてしまいました。で、なんかちょっと前からその様子をこう、醸し出してるんだけど、意外とみんなにツッコミがないけど、もうなんかバレてますよね。あれですよ、あれ。去年から散々買う買わない言ってたやつを買ったんで、後で、ファーストインプレッション行きたいと思います。うわ、すごい、ここも外側完全できてるじゃん。早っ、そしてでかの、通勤中の動画で、録音で、自白したように、実は、GoPro 買ってしまいました。で、今ね、まさにこうポッドキャストの収録風景をずっとこう GoPro でタイムラプスで撮ってたんですけど、なんせね、これただ単にタイムラプス動画を撮りたいというのが、まあ最大の目的で買った以上に、すごい気づきがいっぱいあって、ちょっとこの GoPro の良さをね、今、ポッドキャストで2時間ぐらい散々語ってしまったんですけど、で、ちょっとね、今日もちょっと時間がね、12時回ろうとしてるんで、この GoPro のレビュー自体は後日、まあできれば明日あたりに、またファーストインプレッションについては語りたいんですけど、まあでもお気づきのように、実はこの GoPro の下には、
また僕のハマっているジーユンのライダー M というジンバルも、同時に購入してますので、このセットで、GoPro がどういうふうに使えるのかみたいな話も、どんどん出していきたいなと思ってます。本当に申し訳ないですけど、今日はなんかただ買いましたという、散財謝罪動画になってしまいますが、引き続きこのチャンネルぜひチェックしていただければありがたいです。いやね、本当ね、GoPro ね、マジ感動なんですよ。単にアクションカメラとしてだけじゃなくて、本当 UI とかね、使い勝手の最適化がね、半端じゃない。ちょっとまずは僕はどんな風に感じてるのかとか、ちょっとどのくらい伝わってるのかわかんないけど、ぜひ、リンクしておきますので、ポッドキャストでも、聞いていただければと思います。この動画を公開した直後ではまだポッドキャストの、アーカイブが間に合ってないんで、数日ディレイするかもしれないですけど、確実にポッドキャストバックスペース FM で、近日僕の暑苦しい GoPro についての、トークも聞けますので、ぜひお楽しみにしてください。